ユ、えーチューブや Twitter で最近コンビニ弁当の底上げ問題が目に入りますさんなりりの見解を知りたいですあのそのセブンイレブンのそのあのお弁当の底上げがひどいとかサンドイッチのなんかあのこう入り方が具が前面にだけあって後ろが全然ないよってさんですけどあの昔まともな企業ってそういうことしなかったんですよ。その あの、企業としての倫理だったりとか、俺たちはいいものを作ってお客さんに喜んでもらってお金をもらうっていうことをやってるから、その、人にか喜んでもらえような、ないようなことをやってお金を取るのは良くないよねっていうふうに思ってたんですよ。で、でも今の時代ってみんな貧乏になっちゃったので、あの、が騙されて金払うんだったらそれでいいんじゃねえの だって、騙されてる側が悪いんだもん。別に法に触れないしっていうのが、割と大企業もやるようになっちゃってるし、で、それがもう社会的に悪いことだということにならなくなっちゃったんですよ。